今多分ちょっと見てた方たちはもう大爆笑だったと思うんですけど、たまたま浅井わが民さんと LINE で喋ってたんですね。で、私大関さんのチャンネルのライブを見てて、なんか自分もどうやったらライブできるんだろうってこうやってボタンを押してたんです。そしたらたまたまわが民さんから「いや」って、 Android の方を普段メインで使ってるんですけど、 iPhone の方はこう動画撮るだけで、 iPhone 全く私使い方わかんないんですね。で、じゃあここに1個あるからと思って、こうやって言われた通りにプラスボタンを押して、ライブ配信を押してってやってたら、でもねって、許可が必要だから、すぐは多分できないと思うんでって言われて、じゃあ試しにやってみましょうか、こんな感じでってやったら、始まっちゃったんですよ、ライブが。もうびっくりで、で、途中でね、おトイレ行きたくなっちゃうし、おトイレ行ったりとか、で、あっちゃこっちゃいろんなものが映っちゃったりとか、もうね、もうね、今ノーメイクで、加工アプリでこう、化粧してるように見えてるだけで、もう本当にね、頭もボサボサだし、って思って、すごい状態のライブが始まっちゃったんです。ね、告知してたわけでもないんですけど、いきなりなんか70名とか80名ぐらいの方がそれ見てて、で、結局ライブの終わり方もわからなくて、で、最後、もうとにかくあちゃこちゃ押して、でもね、皆さんのコメントはパソコンで見てたんです。頑張ってとか、始まってますよとか。最初はね、もう iPhone は、携帯が iPhone8 なんで、なんせ文字がちっちゃくて見えないんですよ。で、何も出てこない暗闇のところで、でも誰かが見てるって出てるな、みたいな。で、ちょうど我が民さんと喋りながらそこの多分、会話が多分流れてたんだと思うんですけど、そうですよね。私ちょっと本当に分かってないんですけど。それで、ああやってください、こうやってくださいって言われるまんまにやったらもう、まんまとハマっちゃいましたね、みたいな。でね、途中パソコンでコメントとか見れて、いつもコメントしてくださる方とかね、頑張ってとかって言ってくれたんですけど、なんかそのサムネが私のうちの天井だったとかっていうのもちょっと大爆笑で、そのサムネの作り方すらわかんないのに、いきなりライブなんかやるんじゃねえだよね、ほんとね。やるつもりじゃなかったんです。ただみんなどうやってやってんのかなとか思って、私もちょっとね、練習じゃないですけど、こういうふうにやって、ここを押したらこういうふうにできるとか、ね、たまたま他の方の見てたら、誰かと誰かがこう一緒に喋ってるやつあるじゃないですか。そこにアイコンで喋ってる人がいたんで、あ、そういうこともできるのかなと思って、それがやりたかったんです、私。そしたら、できなかった。何にもできなかった。本当に私、一人じゃ何もできないです。どうしようかと思っちゃいました。で、別に10分喋んなくてもいいんですね。ただこのアプリが10分間喋れるから、私はいつもその10分を気にして喋ってたんですけど、なんか、わかんないことだらけで、いや、別に10分喋んなくてもいいんだって。前のこっちの Android の方は3分しかその喋れるアプリを使ってないので、3分だったんです。でもこっちは同じアプリでも10分喋れるから、よし10分喋ろうみたいな感じで10分喋ってるんですけど、今のライブはね、80何名の方が多分見てたと思うんですけども、見なかったことにして忘れてください、本当に。なんかいろんなもの映ってましたよね。で、私最後、今自分がね、ちょっと長座布団みたいなの、こういうの座ってるんですけど、座布団の下に携帯を2台入れて、そこの下で、YouTube のアプリを落としてくださいって言われて、アインストールするんですかって聞いたんですよ。したらアプリを落とすって、そのアプリを落とすっていう意味が分かんなくて、54歳のおばちゃんにね、30代の人の言葉は通じないです。要はそれ止めろってことですよね。そうだったと思うんですけど、それすらも分かんなくて、アプリを落とすって、落とすって言ったらインストールすることなのかなとか思ってたんですけど、逆なんですね。うちの息子が今私のことバカって言ってるような気がするんですけど。なんでもない。いや、まあもうとにかく今、私のね、そばにワンコがいるんで、ワンコと戯れながら、パソコン見ながら、携帯2台見て、で、映っちゃいけないものは映るし、ね、私の足だとかも、太ももだとか、
ねえ、もう皆さんにお見苦しい姿をたくさん見せて大変だったんです、本当に。でね、もうあの我が身さんは仲良しなんでいろいろ教えてくれるんですけど、我が身さんは分かってても私には伝わってないんです。で、実際我が身さんとね、一緒にあのロケに行った時に、そう、あの話もそうなんですけど、いいですかって一から教えてもらっても、いや分かんないですって、全部結局やってもらってたんですけど、分かんないです。だから一番最初の私の動画のあのサムネ入れてくれたのも我が身さんです一本目だからちゃんとしたの作っといた方がいいんじゃないですかって言っても、言ってることがさっぱり分かんなかったんで分かりませんっつって、で、あの網走の時やってまいりました。じゃないとね、またパソコンがおかしくなってる。ねえ、もうパソコンでやれって言われて、パソコンでやったって私のこのカメラもついてないし、ただね、自分のところはこう、あら、ダメだな、今ね、パソコンを映そうと思ったんですけど、ちゃんとパソコン映ってるんですよ。万年ランチャンネルっていうのもちゃんと昨日入れたんです。だけどライブなんてまだまだ無理でしたね。本当にやるつもりじゃなかったんです。だからね、それ気づいてあの来てくださった方、本当に申し訳なかったです。ありがとうございます。操作の勉強です。操作ってあの操作じゃないですよ、携帯の操作ですの勉強をしてたらたまたま始まっちゃったみたいな。でね、途中でね、プチッと切れちゃって、すごい失礼な終わり方しちゃったんですけど、ね、こうやってここに時間が出てるんですけどね、そこを見ながら喋ってるんですけど、今度からあの私の理想はですけど、あのアイコンを画面に載せて、でこうやってもこう見ながら皆さんとのコメントを見て会話する。本当はそれが理想なんです。ただね、字がちっちゃいとメガネかけなきゃ見えないので、拡大鏡みたいのあるじゃないですか、あれでこうやって見れば喋れるので、だからアイコンでお願いしますみたいな。それにね、あの私こういろいろ野望があるので、あんまりこうざっくり顔出せないんですよね。まああのチビもいますからねご近所の方にええー、なんて顔されちゃっても困るし、まあいろんな意味も含めてなかなかね、こうバコッと出せないので大変なんですよ。だからいろんな、でもね、機材は買ったんです私。機材というか、そのキャタツも2つ買ったんですよ。でもなんかこれも今も斜めになってて、私わざとこう斜めになって喋ってるんですけど、ちょっと待ってください。でもこう斜めになっちゃうんですよね、押さえてなきゃいけない。さっきなんか私携帯電話に向かってこうやって携帯電話向けてましたからね、こういうふうに。で、自分の顔映してたんですから、もうアホですよ。で、今何分だ、今8分か。そうなんです。だから10分喋らなくてもいいって言われてても、もうなんか最初に覚えたら10分喋んなきゃいけないみたいな感じで、今一生懸命10分喋ろうとしてます。で、携帯がね、ちょっとずつずれててね、さっきちょっとこの辺暴れたんでね、もう布団とかもぐちゃぐちゃになっちゃいました。キャーキャーって枕放り投げたり、座布団の下で携帯いじったのも初めてだと思います。そんなライブ見たのも皆さんも多分初めてだと思うんですけど、次はね、あの2回目はもうちょっとうまくいきたいなと思ってます。その2回目がね、いつ起きるかちょっとわからないですけど、本当に申し訳なかったです。でね、あのいつもねコメントくださる方、あのたくさんコメントあったの見ました。あのトイレっていうのもちゃんと読みました。まさかだって始まると思わないから、ずっとトイレ我慢してたんですよ、ちょうど電話で喋りながらね。人と喋りながらトイレ行くの失礼じゃないですか。そうしたらライブは始まっちゃうし、トイレは行きたいし、もうどうしようみたいな、本当にパニックになりましたね。で、しかもね、日本全国の方にそんなのが流れちゃうなんて、もうありえない話ですよね。まだツイッターのスペースとかぐらいだったら、あ、ちょっとごめんねってすごいゆとりを持って対応できたと思うんですけど、 YouTube のライブだったんで本当にパニックりました。でもね、本当おっちょこちょいなんです、私何も分かってないんでね、多分これで私がどんな方なのかって、どんな人なのかっていうのがちょっと皆さんにバレちゃったのかなって気がするんですけど、本当まんまです、本当におっちょこちょいです。次こそはちゃんとやりたいと思ってます。本当にさっきの消えてますか？不安になってきちゃった。
一応ね、その YouTube スタジオって